皆さん、こんにちは。金子義智です。今日も高市議員の応援していきます。よろしくお願いします。ここのところのメディアのニュースによると、どうやら河野さんは第1回の投票では過半数が取れないということがですね、報じられるようになってきました。河野さんは決選投票では勝てないというふうにですね、もう言われておりますので、これでですね、ようやく河野さんは総裁にならないということがですね、ほぼほぼ確定になってきたということでですね、私としては非常に喜ばしい、と思っております。で、今日はですね、ちょっとダメ押しではないんですがですね、河野さんのですね、一族について今日はお話をしようと思ってですね、で河野さんがどうして親中なのかということをですね、河野家のですね、おじいちゃんにまで遡ってみて、河野ファミリー全体でですね、なぜ親中になってしまったのかということを深掘りしていこうと思います。そして、そのですね、ポイントとなってくるのがですね、日中記者交換協定と呼ばれるですね、耳慣れない協定なんですね。でこれはマスメディアではですね、ほとんど語られることがないですね。もうタブーと言われている協定なんですね。でこれ何かというとですね、日本が中国に対して不利になるような不都合となるような報道はしてはいけないというですね、そういう協定なんですね。これは後でです。詳しく、お話をしていこうかなと思ってます。今日の内容を見ていただくとですね、河野さんがなぜ親中なのかっていうこと、そしてですね、河野さんを総裁にしてはダメだという理由、これがバッチリ分かっていただけるかなというふうに思いますね。まずですね、河野ファミリーとは一体どのような一族なのかということですね、家系図で見ていただきたいなと思うんですね。はい、こちら。こちらがですね、河野ファミリーの家系図になるんですが、なんとですね、河野太郎さんのですね、この、非祖父ですね、非祖父まで行くとですね、あの伊藤忠商事を作った伊藤忠兵衛さんという方がですね、いらっしゃるんですね。ここにありますね。伊藤忠兵衛さん、伊藤忠商事の創業者、丸紅の創業者でもあるということなんですね。そしてそのお子さんが、東洋坊というですね、化学メーカー大手のですね、これもまた会長でいらっしゃったという方でですね、この伊藤家っていうのはですね、非常にこの、まあ、財界の中でですね、産業界の中での超重鎮というですね、そういう商売のですね、商売のプリンスの家系なんですね。そして、河野家というのはもともとですね、政治家ですね、政治家を輩出してきた、そういう家柄なんですね。神奈川県で、ずっとこの政治家のですね、家系を続けてきています。で、この河野太郎さんのおじいちゃんがですね、河野一郎さんという方でですね、副総理大臣まで務め上げて、もう次は総裁じゃないかというところまで行った実力者だったわけですね。そして、その息子さんが河野洋平さんですね。この河野談話というですね、河野談話というですね、慰安婦をもう半ば認めてしまった、国として、日本として慰安婦問題強制連行したということを認めてしまったというですね、河野談話を出したということでですね、後々これによっては、もう韓国からですね、もうものすごいバッシングを受けたりですね、賠償請求されたりとかですね、未だに解決したいね、したいない、この慰安婦問題をですね、まあ、ものすごい大きくしてしまったというですね、そういう人物でもあるんですね。そして未だに洋平さんはこの河野談話正しいとおっしゃっています。そして河野太郎さんもこの談話を覆す気はないというふうに容認されている立場だということで、このあたりではもう大問題なんですよね。はい。ということで、この河野家は政界のプリンスですね。政界の重鎮の家柄。そしてこの伊藤家というのが、この財界、産業界の重鎮の家柄ということでですね、こう、そういう意味では河野太郎さんはですね、もうその両方のですね、サラブレッドの血を引き継いだプリンスエリートだということなんですね。で、太郎さんは政界の方に行って、その出世街道を駆け上がっていった。で、弟さんの二郎さんの方はですね、この日本端子というですね、まあ、太陽光パネルの端子なども作っている、結構大きなですね、もう従業員規模で言うとですね、400人ぐらいの規模の会社の、会社の社長をやっていらっしゃるわけですね。ということで、こちらは財界の方ので、才能を伸ばしていったということなんですよね。まあ、このようにですね、もう河野ファミリーというのはもう華麗なる一族であるということが分かってきますよね。ではですね、
この後ですよ。この後ですね、この日中記者交換協定についてですね、深掘りをしていきたいと思うんですね。日中記者交換協定とは何かというとですね、正確には日中双方の新聞記者交換に関するメモというものなんです。こちらはですね、日本と中国の間で1962年にですね、最初締結されている協定なんですね。これはですね、まだの日中のその国交正常化に向けて動いている時代だったわけなんですが、この時ですね、まだお互いの新聞記者をですね、それぞれ派遣し合うということはなかったんですね。それで、このお互いに記者を派遣し合っていきましょうよということで結ばれました。それぞれ記者は1年以内に滞在することができるよと。そしてその記者の安全とか、通信の自由っていうのは、まあ、お互いに保障し合いましょうねということでですね。まあ、これだけ見ると非常にですね、紳士的な協定だったわけなんですが、こちらがですね、なんと6年後にですね、改定をされることになるわけなんですね。で、この改定の時にですね、もうややこしいことが入り込んでしまったということなんですね。それが日中の政治三原則と呼ばれるものです。では、この三原則って一体何なのよっていうことなんですが、1958年からですね、もう周恩来がですね、もう中国側からですね、日本に対して主張し続けてきた外交の原則であるということなんですね。で、これは1960年に周恩来の対日貿易三原則という形でですね、これを外務省の記録に残っているわけなんですね。そしてこれに対してですね、68年に外務省が合意をしております。ではこの三原則、政治三原則って一体何なのよということなんですが、まずですね、日本からその中国の敵視政策を取らないことと、ね、この中国の敵視政策を取らないこと。で、つまりこれは中国共産党に不利な言動を日本は行わないということ。これが一つ目です。そして二つ目は、二つの中国を作る陰謀には参加しないということなんですね。これは台湾のことを言ってるんですね。当時、この中華人民共和国からするとですね、台湾っていうのは国ではなかったですね。国として認めてなかったということなんですね。で、この台湾の独立というものをですね、肯定しないようにと。ね、台湾を認めないようにっていうことを日本に強烈に働きかけてきていると。そして三つ目。これは日本と中国両国の正常な関係の回復を妨げないということなんですね。もうこれが非常にややこしくてですね。この三つ目は日中関係の妨げになるような報道であるとかですね、言動とか政治活動の外交は一切行うなというふうに言ってきているものなんですね。恐ろしい原則なわけなんですよ。こんなものを飲んでしまったらですね、もう中国がどんだけ日本にですね、圧力をかけたりとかですね、もう攻撃を仕掛けててもですね、この原則がある限りはですね、日本は中国に対して一切何も抗議ができないっていうことになってしまうわけなんですね。こんなめちゃくちゃな三原則をですね、ずっと日本にで、ね、突きつけてきていたわけなんですよ。こんなの飲めるかと突き返してたというわけなんですけれども、これがですね、最終的にもう日本側が折れてしまうんですよ。なんでここで折れてしまうのかわからないんですけども、折れてしまった。ものすごいこう圧力があったんでしょうね、きっとね。で、1968年のこの記者交換協定の改定が行われた時にですね、この政治三原則がですね、適用されてしまったんですね。適用されてしまったわけです。もちろんこれは日本側が交渉を望んだ時にですね、それを受け入れて、飲んだですね、ということが前提にあるので、合意してしまっているということなんですね。で、これによって日本は中国に不都合な報道は一切言い出しませんと約束してしまったことと等しいということになるわけですよ。そしてこの協定に従わなければ、マスコミ各社は中国に記者を置くことができず、国外通報にされてしまうということになりました。実際ですね、こんな条件飲めるかと言ってですね、産経新聞は拒否を断固としてしてたわけですね。その結果、67年から98年まで、このような長い期間にわたってですね、この中国に記者を置くことができなかったということなんですね。もうこのあたりからしてですね、産経新聞がいかにですね、この筋の通ったですね、保守系のメディアであるかということをですね、もう証明しているということなんですよね。逆に言うと、まあ毎日とか朝日という、
とか NHK 読売あたりはですね、この交換協定を飲んでしまったんですね。飲んでしまったからこそですね、この先ほどのですね、中国に対して都合の悪い報道を一切しないということを、未だにですね、未だにやっぱりこう暗黙のルールとして守ってしまっているということなんですよね。日本はこの協定以降、中国に関する報道の自由を放棄してしまったのです。そうなんです。これがですね、未だにウイグル問題とかをですね、日本が報じられない、断じられないっていうことにつながっているということなんですよね。そして、1972年に日中の国交が正常化されて、そしてその翌年、この協定自体が失効されたということになっているんです。ところがですね、翌年、74年には、日中両国政府間でですね、新たなこの交換協定を結びましょうよということでですね、この交換公文というものを交わしているんですけれども、なんとですね、この内容っていうのは、未だに非公開のままなんですね。未だに非公開。一体何がどう変わったのか、何が変わらなかったのかということは、誰も知らないんですね。一般ピープルは知らされないんですよ。ということはですよ、未だに中国に対するですね、報道の自由がないというですね、不都合な報道しませんよっていう、これがまだ未だにこの協定の中で生きている可能性があるということなんですよ。いかがですか、これ。もうこんな協定はすぐさまに破棄すべきだと。もうそして国民にこの協定の存在というものを明らかにすべきであると思いませんか。ちなみにですね、ウィキペディアにはこのように書かれていますね。この1968年の記者交換協定の改定は、北京で改定交渉に当たった田川誠一衆議院議員らと中華人民共和国政府との間で、結論は一般に公表しないことが決められ、その内容も報道されなかった。この不明朗な措置は、後に一部の評論家などから日中記者交換協定が中国への敵視政策を取らないという政治三原則に組み込まれ、報道の自由を失っているとの批判を招く一因になったとされるということでですね。やはりですね、この協定以降ですね、日本から中国への報道っていうところにですね、著しい規制がかかってしまったということなんです。そしてここに田川誠一さんというですね、衆議院議員が出てくるんですよ。ね。で、この田川誠一さんって一体誰なのということなんですけれども、実は河野ファミリーの親族であるということが分かってきたんですね。こちらですね、河野一郎さんの奥様ですね。奥様が田川家から嫁がれていらっしゃるんですね。田川照子さんという方ですね。そして、この照子さんのご兄弟に誠二さんという方がいらっしゃり、その息子さんが田川誠一さんということでですよ。ということでですね、この田川誠一さんは、実はですね、河野一郎さんの甥にあたる河野洋平さんのいとこにあたり、そして河野太郎さんからするとおじさまにあたる方だということですね。もうバリバリの河野ファミリーのだということがわかるわけですよね。で、やはりですね、このあたりからですね、この河野ファミリーっていうのは、まあ、ちょっと親中であるということがですね、もうかなりですね、色濃くなっているわけなんですね、このあたりからも。で、この河野太郎さんの弟さんが経営するこの日本端子という会社なんですが、中国に合弁会社を作っていますね。北京日端電子という合弁会社を作っているんですが、この中国側の出資会社は、北京東方鍵集団というですね、非常に大きな会社でありまして、この社長がですね、陳円順というですね、社長なんです。で、彼はですね、中国共産党員でもかなり優秀なエリート党員でございまして、なんと優秀党務工作者300名の表彰をされていて、その名簿の一旦とトップにですね、こう記載されている、そういう人間なんですね。ですからもう中国共産党党員バリバリエリート党員であると、そのもうエリート党員、共産党のエリート党員の社長が作っている、この鍵集団という会社。
それと日本大使が合弁で作っているのがこの北京日丹電子ということなんですね。そしてこの出資比率についてですね、この通常であれば中国で合弁会社を作るときにはですね、共産党の方が出資が多いんですね、比率が。ですから 51% 以上ですね、大体共産党、中国系の会社が、その出資して、で、50% 以上に日本の会社の出資比率が 50% 以上にならないようにっていうのが、それがですね、もうこれは不分率だったわけなんですが、見てください。これは日本の日本大使の出資比率が 60% ですというですね、非常にこれは大きな特権を優遇をされているということがわかるわけなんですね。で、この日本大使がの、この合弁会社が設立された時ですね、河野洋平さんがですね、この自民党の中でも非常に要職についていて、その政治的な力によって、その出資比率が決められたのではないかというようなことが疑われたりするわけなんですよね。そしてもう日本大使のことはですね、もうかなりネットでも広がってきていますし、私も動画作っていますけれども、何が問題なのかというとですね、日本大使が製造しているこの大使が太陽光パネルの部品になんですね。で、中国というのは太陽光パネルの世界のですね、市場の 60% を抑えるですね、もう太陽光パネル国家になってるわけなんですよ。で、この太陽光パネルの原料にですね、ポリシリコンというのがありまして、左下のところにありますが、ポリシリコンの世界シェアがですね、75% は中国なんです。そしてそのうちのですね、75% のうちの 45% は、なんとウイグル自治区で作られているということなんですね。で、ここで強制労働が非常に疑われているわけなんですよ。ですから、このポリシリコン、中国産のポリシリコンと、そこから作られている太陽光パネルについて、アメリカのバイデン大統領は今年の6月にですね、輸入禁止措置をですね、発令しているんですね。これは人道上の理由からですよ。はい。で、日本はですね、その太陽光パネルをほぼほぼもう輸入してますけれども、そのうちの、もうものすごい割合ですね、8割は中国に依存してしまっているわけなんですよ。ですから、これをすぐにやめるわけにはいかないわけなんですけれども、もうアメリカからするとですね、なんで日本は中国から太陽光パネルを輸入してるんだと、今すぐやめなさいっていうような形でですね、この命令、もう同盟国として、これ命令されてしまう可能性があるわけなんですよね。これを命令されたらですね、非常に痛いわけですよ。ですから、河野太郎さんがもし総理大臣とかになっているとですね、これに対してもう太陽光パネルに中国は輸入しないというですね、ことを決定するということは、イコール親族企業の利益を著しく失うということになってしまいますし、もしかすると中国共産党から日本大使に対してですね、ものすごい圧力をかけたりとかですね、不買運動が起こったりとかしてですね、潰されてしまうと、追い出されてしまうっていう可能性すらあるわけなんです。ここに利益相反関係がですね、完全なる利益相反関係があるわけなんですね。はい。ということで、これは非常に政治的なリスクになってしまっているということなんです。そして、これは、日本大使が、このウイグル人の強制労働をさせているっていうことでは全くありません。全くありません。これは、その日本大使として、その大使を作っているっていうことではあります。そこにウイグル人の強制労働は関係していないんですが、間接的にですね、間接的に、この、ウイグル人の強制労働によって作られたポリシリコンが原料となって作られた太陽光パネル。この部品として端子を収めている会社なんです。ですから、間接的には、この強制労働問題に関与してしまっているっていうこととも取れるわけですね。これがですね、まあそのアメリカなどの同盟国からすると、西側諸国からするとですね、日本の総理大臣の息子は、弟は、そういった、中国の太陽光パネルの製造に対して貢献してるではないかと、これはけしからんみたいなことでですね、抗議される可能性が十分にあるという、こういう問題を抱えてしまっている。もはやもう、地雷であるとか、アキレス腱と呼ばれ方までしてしまっているわけなんですよね。そして河野大臣の政策を見てもですね、やはり親日的な、反日的な政策も非常に多いわけですね。ずらっとありますけれども、まあ、女系天皇の容認、靖国不参拝、移民の賛成、それから国籍法の改正、敵基地無力化能力不要、それからアメリカ中距離ミサイル設置の反対、それから拉致問題に消極的、そしてお父さんがですね、河野談話である。で、日本人の名誉を傷つけている。そして、田川誠一さんが日中記者交換協定を主導しているということですね。まあ、厳密に言うと、日中記者交換協定の改定の時の主導者
ですね。そして、おじい様の一郎さんは、このバリバリの共産主義者であるという説がありますね。そしてその時に、この当時ですね、この北方領土問題がまだ解決していない時ですよ。この時にですね、当時の首相の鳩山一郎さんと、この河野一郎さんが一緒にですね、このソ連に乗り込んでいってですね、そしてフルシチョフと交渉してですね、この北方領土を、こうね、本当だったらですね、全島を帰還させることを条件にすることをですね、実はその時曖昧にしてしまったんですね。領土返還は曖昧にして、その、シベリア抑留されている方たちの解放とかですね、いろんなそっち、他の条件を優先してしまったためにですね、その北方領土を棚上げするということをですね、やってしまったんですね。で、これはもうやむを得なかったっていう解釈もあります、あればですね、この時に曖昧にしてしまったことによって、この未だに北方領土問題解決しないっていうことの原因になってしまったんではないかというですね、そういう見方があって批判もされているわけなんですね。まあ、このような、その、河野ファミリーというものはですね、かなりですね、この親中的な一族であるということがですね、もうこの家系的にもですね、もうバッチリと、もう、動かぬ証拠としてあるということなんですね。ですから、まあ、河野洋平さんの時にですね、河野談話っていうですね、致命的なミスを犯してしまったことによって、ものすごい河野洋平さん叩かれてしまった。その様子を、河野太郎さん見てますからですね、その同じ轍を踏まないようにということでですね、その親中寄りの政策というのを、もう結構ですね、オブラートに包むようにしたりとかですね、いろいろと、まあ、それを隠そうとしてきたわけなんですけれども、ここに来てですね、いろいろとですね、ボロが出始めてしまって、そして親族ファミリーが中国とのビジネスでズブズブであるというようなことまでですね、出てきてしまった。そしてファミリー企業から6700万円もの政治献金を受け取っていた。まあ、このようなですね、もう次々とボロが出始めてしまっているということなんですね。で、まあ、このような人物をですね、その自民党の総裁、そして日本の総理大臣にしてしまって本当に良いのでしょうか？良いのでしょうか？そしてこちら、産経新聞のですね、今日の深夜の記事なんですけれども、こちらはですね、河野太郎さんがこの中共のですね、ウイグル自治区のや香港などの人権団体を非難する国会決議についての民間団体のアンケートでですね、回答を濁してた、回答しませんよっていうことでですね、態度を濁してたんですね、昨日までは。ところがですね、ここに来て回答をしたんですね。時期はわからないが採択すべきであるというふうに開拓をしたというんですね。で、こちらのアンケートは日本ウイグル協会など13団体で作るインド太平洋人権問題連絡協議会が実施したアンケートで、河野氏側だけは22日までに同協議会に回答しないと連絡をしていたんだけれども、23日の午後に回答が送られてきたということでですね、できればこれは回答したくなかったということなんでしょう。ところがですね、この回答をしないというふうにしたことによって、ものすごいですね、なんだと、なぜその対中非難決議ができないんだということでですね、ネット上でものすごい批判を担ってしまったわけですよ。それを受けてですね、態度を変えてですね、このように回答を昨日ですね、しているわけなんですよね。ですから非難がなければ回答しなかったということになるわけですよ。で、この対中非難決議一つについてでさえ、ここまでですね、その、河野陣営はですね、回答にためらってしまうと。もしそれを非難決議してしまったら、それはもう中国共産党から睨まれてしまうということになるわけで、これは非常に苦渋の決断だったと思うんですが、これはその総裁選に勝つためにここは回答しなければいけないっていう苦渋の決断だと思いますけれども、この一件に関してさえですね、ここまでですね、ブレてしまう人物なんですよ。ですから、総理大臣になったらですね、この中国に対してですね、中国からものすごく翻弄されて、中国に忖度をしてですね、ブレまくってしまうっていうことが、この一件からでも容易に想像できてしまうということなんですよ。このような人物をですね、本当に総裁に選んで良いのでしょうか。今一度ですね、自民党員の皆さんにはしっかりと考えて、ですね、いただきたいと思いますし、この事実をですね、まずはしっかりと知っていただきたいなと思いました。ということでですね、総裁選はまだまだ続いていきますので、私は最後までですね、高市議員を応援していきたいと思っております。なので、高市支持者の皆さん、ぜひ一緒に応援していきましょう。はい、それでは今日の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。